にちは、柴田です。今回はエピフォンジェネシスをレビューいたします。ちょっとおどろおどろしいサムネになってしまったんですけれども、皆さんジェネシスはご存知でしょうか。私シーバードはですね、初めて見たギターで、今回千葉管楽器で借りてきたんですけれども、どんなギターなのかなと思って調べてたらですね、なんとなんとサムネにある通り日本のブランド潰しで生み出されたギターだったんです。こちらはレプリカなんですけれども、元祖のジェネシスは1979年から81年までの短い期間、3年間だけ製造されておりまして、まあその時代でちょっとピンとくる人もいるかと思うんですけれども、ジャパンヴィンテージですね、今でいう東海、バーニー、アリア、グレコ、このあたりがレスポールのレプリカを出して作りがいいと、それで本家と比べたら値段も安いから、一気に日本製のものがぐわーっと売れ始めて本家が売れなくなったと、そういう時に日本のブランドこの野郎ということで訴訟を起こしたりして、そのタイミングで作られたのがこちらのジェネシスだったんです。当時のレスポールと比べるとこれもね半値ぐらいだったらしいんですよ。でも仕様はレスポールと同じマホガニーにメイプルトップ、ネックもマホガニーでセットネックと、日本ブランド潰しで旗揚げされたギターだったんです。これはねレプリカなんで2012年製でメイドインチャイナで、これちょっと珍しいんですけどセカンドのスタンプがついておりまして、これはねエピフォンがオフィシャルで B 級品ですよというところで発売しているギターです。ちょっと作りがあまり良くなかったとか、なんか塗装がうまくいかなかったとか、まあそれでも仕様には全然問題ないからそのまま発売しちゃおうということで、このスタンプ、これですね、セカンドスタンプ、まあ、使う分には全然問題ないんで非常にお得です。では仕様いきましょうか。ハム、これはねエピフォンオリジナルのハムで、コイルタップ、スプリットですね、スプリットついております。でトグルのスイッチがこちら、スリーウェイ、ここについてるんですよ。まあ、この辺に関してはまあコストの問題でしょうね。こっちに配線持ってきたりとかするよりも、ここでね、座繰り1個にまとめた方が、まあ、作る上でのね、手間が全然違いますからね。で、指板はローズウッドですね。で、ヘッドがね、長いんですよ。箱物的なね、ヘッドになっております。なので、これハードケースが付くんですけれども、オリジナルのハードケースで、ヘッドが若干長めになってます。で、ペグはグローバーのが乗っかっておりまして、まあ、シェイプはね、こちらね、ヤマハの SG があるんですけれども、非常に似ております。でジェネシスのね2がねリリースされてるみたいなんですけど、それはねめちゃめちゃ PRS 寄りです。でセットネックにはなっているんですが、ここでねスカーフになってるんですよ。この辺もねコストカットですね。まあ、でもスカーフがねこっちの方なんですよ。通常ねこの辺にあるんですけれども、それに比べればねあんまり影響はねないんじゃないかなとは思います。ではではまずは生音からいきましょうかね。ほう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 、さっぱりしてるけれどもなんか粘りもありそうな感じはしますね。ボディも厚いし、ネックはね細めですね、テイパーになっております。まあ近代向けな感じ。うん、ではクリーンからいきましょうかね。リアからいきましょう。おお、レスポールよりはさっぱりしてて、音作りとかしやすそうですね。この年代のねエピフォンね結構ねこもり気味なイメージがあったんですけど、これは全然いいですね。でしかもタップがついてるということで、ちょっとタップで
ゃないですか。でフロント。なかなかいい感じっすね。まあ、レスポールとか、まあ、SG よりも粘りはないけどさっぱりしてる感じ。ダブルカッタウェイでね、シェイプはね SG 寄りなんすけど、やっぱメイプルがね貼ってある分ちょっとカチッとした感じになるのかな。これはね音作りしやすいっすね。もう多分オーバードライブ一発で、十分な感じ。おお、かっこいい。フロント。全然使いやすいですね。使い勝手がいいです。ちょっとクリーンでカッティングみたいなのをね、このミックス音で、うわ全然いいですよね。幅広、これ4万円台なんですよね今ね、千葉館でハードケース付きでタップのミックスめっちゃいいっす。ここ気になるっていうところは特になく非常にありだなというところなんですけど、このヘッドがね結構好き嫌い分かれるところかもしれないです。まあ、レスポールよりもねさっぱりしたサウンドを狙ってる人にはめちゃめちゃいいし、まあ、コスパはいいんじゃないですかね。4万円台でこのクオリティというところで、千葉管楽器行った際にはぜひぜひ試奏してみてください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。